水を飲む。自然なことだ。はい。あ、すいません、このセグウェイってどこで？この道をまっすぐ行くと受付がありますよ。どの道ですか？この道です。え、どっちの道ですか？この道をまっすぐ行くと受付があります。いやー、美しい、綺麗だな。今写真撮ってますんで。セグウェイは？ あっちです。 ありがとうございます。え、じゃなくて。ゆっくりゆっくりセグウェイ乗ってきます。こっちです。あ、こっちですか。ありがとうございます。水を飲む。それぐらい自然に笑顔を作れるようになった。市役所の市民相談室といういわゆる苦情係に配属されて1年。大変だけど笑顔は忘れずにがモットーだ。すいません、リカちゃん。あ、上野さん、すいません、お待たせして。わかった。いえ、まずもう少しお話を。だから私、毎日物価堂でコーヒータイムするのが日課じゃない。はい、座って座って。そこにいるのよ。怪しい男ですか？もう本当怪しいの、確実、絶対。上野さん、少し落ち着いてください。怪しいって言っても、とにかく物価堂に行ってきて。今からですか？リカちゃんは市民の声を聞く仕事でしょ。声ならまず電話で聞きます。実際行って注意してきてよ。もうこんなんじゃね、安心してコーヒーも飲みやしない。嘘、全然笑えない。いらっしゃいませ。マスター、すいません。あ、立花さん、今ちょっといいですか？いいよ。市民の方から相談がありまして。上野さんでしょ？毎回上野さん絡みで来ると思ったら大間違いですよ。上野さんでしょ？上野さんです。お疲れ。お水どうぞ。ありがとうございます。先週あたりから怪しい男が店に入り浸ってると。ああ。え、本当にいるんですか？信じてなかったんだ。上野さんの思い込みかなって。橘さんって意外とひどいよね。思うのは勝手なんで。ここ数日ね、いつも来るお客さんがいて、そう、あの辺りにいつも座るんだけど。じゃあマスターもお困りなんですね。まあでもお客さんだからね。そうですよね。何かするわけじゃないし。そうですよね。ちょっと見た目が怪しくてもお客さんですもんね。わかりました。もういいの？あ、まあ一応確認というか。でもその人いろんな場所に出没してるらしいよ。え？やばいかもね。やばいですかね？やばいよ。やばいですか？やばいって言われてもな。リカちゃん。あ、上野さん。いた、怪しい男。いや、
と。ちゃんと宮ヶ瀬から出ていくに言ってくれたでしょうね。いえ、そのいなくて。え、嘘。マスターが言うにはいろんな場所に出没してるらしいって。なんてことだの、恐ろしい。いやでも何かされたわけじゃないんですよね。ほら、新しい住人の方かもしれませんし、観光の方かもしれませんし。そんなもんじゃないわ。え、あの佇まい、そんな生優しいもんじゃないわ。いやでもマスターも。探しましょう、リカちゃん。え、いや私でも顔も知らないんで。あ、大丈夫、私写真撮ったから。え、待ってね、隠し撮りしたの。さっきなんで見せてくれなかったんですか。先週撮ったからさ、忘れてた。あったあった。この人が。そうなの、物価堂に入り浸る怪しい男。この人。何。あ、さっきの人だ。え、ここに来るとき道を聞かれて。やだ、何取り逃がしてんのよ。いや私刑事じゃないですから。ちょっと行くわよ。え、どこへ。ゆりえ。あなた、私ちょっと出てくる。え、あ、わかった。上野さん、ちょっと待ってくださいよ。ああ、この人ね。室長来ました。うん。楽しい。でしょ。うわ、最高。こんなに安く乗るとこないんだから。そうなんですね。そうです。あんまり楽しそうなもんだから僕も一緒に乗っちゃったよ。この方来ましたか。あ、この人来ましたよ。美味しそうにダムカレー食べてました。はあ、なかなか見つからないですね。あら、やだ。どうしたんですか。旦那から着信がこんなに。え、大丈夫ですか。出ないわ、うん、一回店戻ろうかしら。あ、じゃあ私も一度仕事に。あとお願いね。いや、あの仕事に。またすぐ戻るから。仕事。これも仕事。これも仕事。仕事かな。市民の声を聞くのが仕事。仕事。二日働きすぎな気がする。の。セグウェイ最高でしたよ。よかったです。ダムカレーも超美味しくて。あ、食べたみたいですね。え、あ、ちょっとそこから動かないでもらっていいですか。あ、はい。あの物価堂っていうお店に行かれたみたい。え、なんで知ってるんですか。え、怖い。あ、怪しいものじゃないです。怖い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 。あの市の職員、動かないで。え、警察の方ですか。違います、市の職員です。市の職員さんですか。はい、宮ヶ瀬に住んでる人の声を聞く仕事っていうか。あ、めちゃくちゃいい仕事されてますね。いや、全然笑えない仕事なんですけど。え、いや、あの、すいません。あの、ちょっと聞きたいことがありまして。こっちもちょっといいですか。はい。嫌です。あ、スカートじゃ無理か。
でも。やだ、何取り逃がしてんのよ。だから、私刑事じゃないんで。宮ヶ瀬、満喫してるわね。あの、やっぱり観光客っていう。そんなわけないわよ。いや、でもなんかふざけた人でしたけど、私が急に声をかけたから逃げただけかもしれないし。でも物価堂のマスターだって。まあそうですけど。それに、何ですか？いいわ。え、何ですか？笑わない？事と次第によっても。じゃあ言わない。笑えません。ここ数日、誰かの視線を感じるのよ。それがちょうどその男を物価堂で隠し撮りしたあたりからな。それって思い過ごしかもしれないけど、私のストーカーとか。会って間もないのに。あっちは前から知ってるかもしれないでしょ。ああ、なるほど。笑ってもいいのよ。こんなおばさんが何そんなこと怖がってんだって。お前をストーカーするやつなんていないよ。いや、恐怖に年齢も性別も関係ないので。え、上野さん、最初からそう相談してくださればいいのに。だって、だって物価堂に戻りましょう。物価堂に、こうなったら待ち伏せしましょう。コーヒーゼリーまだあるかな。コーヒーゼリーはまた今度にしましょうよ。いや、このコーヒーゼリー絶品だもん。絶対食べた方がいいよ。今日は待ち伏せしましょう。あの人。分かった。あ、いた。写真撮ってる。いやー、あれ、すいません、ちょっとそこ動かないでください。絶対絶対そこにいてくださいね。行きますよ。さっきのどうも。どうも。いきなり本題はやめましょう。僕に何か。いや、実は。あ、できれば写真お願いできますか。あ、記念撮影ですか。はい。すごいですよね、この橋。今日は観光ですか。ちょっと用事で。カメラお願いできますか。あ、すいません。じゃあ行きますよ。はい。シャッターチャンスって。え、和製英語なんですよね。へー、たくさんありましたよ。え、シャッターチャンスメニューボタンから画像フォルダです。いやー、付けしたんですか。そのセリフ、そっくりそのまま返しちゃいますね。上野さん、下がっててね。でも、リカちゃんも危ないの。市民を守るのが仕事だから。立花リカさん。はい。名前、物価堂のマスターが言ってました。真面目なんだって。え、働き者なんだよってよっ、宮ヶ瀬のビーバービーバー上野さん。なんで名前。実は、いやー、来ないで。追ってたのに。だってだって。え、なんでなんで。だってだって。なんでなんで。あなたは何者なんですか。あ、僕は守秘義務です。今は申し上げられません。はあ？ちょっと警察に通報。そうですね。もしかしたらそういう。あ、言っときますけど、僕物価堂のマスターと同級生なんで。え？マスターそんなつもり一つも。あいつも人が悪いから。なるほど。で、そんな嘘騙されないわよ。あなた、私のことつけてたでしょ。正直に、おい、お、おい、お、言いなさいよ。ああ、それは僕ではありません。確かに上野さんはつけられていますけど、僕ではありません。ん？
写真よく見てください。サダオちゃん、え、ご主人が？ご主人でしたか。隠れるの上手でしたよ。なかなか素質ありますよ。何の素質ですか？ご主人バレてますよ。あなたどういうこと？ごめん心配で。リカちゃんと出かけてただけでしょ？あ、いや、そうじゃなくて、あ、いや。何よ？お前がさ、ここ最近そわそわしてて、あ、なんか写真見てため息ついてるし、もしかして浮気でもしてるんじゃないかって。はあ？はあ？あ、いやいや、でも都での話を聞いて。ごめん、乗ってたの気づかなかった。ね、素質あるって言ったでしょ。だから何なんですか？私が感じてたのはあなたの視線だったってわけ？ごめん。じゃあ、私よかった。よかったですね。あなた、全部知ってて。いえいえ、なんか私のことを聞いて回ってるなと思いまして、逆につけたら、こんなことに。その時に声をかけてくれればいいじゃないですか。なんか怖いし。こっちのがよっぽど怖かったです。あんたのせいよ。立花さん、申し訳ない。じゃあほら、行きましょう。どこへ？物価堂よ。マスターの話もじっくり聞かないとね。怒ってますね。あんた、リカちゃんにご馳走してね。あ、いえ、そんな。あ、じゃあ、僕はナポリタン大盛りで。え？じゃあ、行くわよ。 You know, 捕まえたら逃がしてあげると。なかなか笑えない日々に突然現れたこの得体の知れない人との出会いは、ますます笑えないけど笑える日々の幕開けだった。また来るよってさよならで聞いたね。愛しているというよりは込み上げるものが溢れてにやけちゃう。カラスが鳴くから帰ろうか。砂のついた手をつないで。信じるも信じないもあなた次第。キリキリです。わ、もう通用しません。次それ言ったら怒りますからね。怖いですね。